そうから眺める古代米の他、足田幸雄2012年8月12日は、京都府京丹後市の京都市や、細川忠興夫人、ガラシャの味ニの陰性資料の研究や、古代米の復活栽培を実現し、全国に普及させたことで知られる。足田が、京里の京丹後市安坂町は田屋に建築した家、お予想は、足田の没後も、地域の様々なコミュニティ活動の拠点となっている。 細川忠興夫人陰性地の石九1925年に、現在の京丹後市安坂町に生まれる。2012年に死去するまで、生涯を強度において、研究を続け、安坂町文化財保護委員会設立に参画し、委員会会長を14年務めた。また、安坂町文化協会を設立20年以上にわたり、会長を務めた。 婦人会の役員をしていた母が、細川ガラシャの陰性地域を、アジハニノに混流する活動に関わっていたことから、小学6年生の頃に、細川ガラシャについて知り、1955年頃に、初めてアジハニノを訪れた際、史実を保存する重要性を痛感した。以来、郷土に残る細川ガラシャの資料や、古伝の収集に努め、 来訪者のための案内パンフレットを作成したり、現地ガイドを行う。細川河原社のアジハニの遊兵400年にあたると、見られる1982年には、1935年に、雪町進むが観光した、冊子、細川忠興夫人に保筆し、関係写真などを加えた、造歩、細川忠興夫人を観光。2000年11月、その研究の集大成となる。 アジハニの参加を観光した。月の和田で育てられている古代米赤米との出会い1965年、平城京跡の排水口から出土した木管に、単語国竹の軍芋屋豪武湖総和赤集舞ごとと記されていたことから、単語地方で750年頃には都に米を収めるほど稲作が盛んであったことが明らかとなる。芋屋は、足田の郷里、和田屋の隣区である。 この赤春米とはどのような米であるのか興味を持った足田は約5年の調査を経て岡山県総茶市の国志神社で神事で献上するようとして細々と栽培されていたもみ酒を入手しこれをもとに1981年から古代米へ赤米の試験栽培を始める足田に農業の経験は全くなかったが自宅の庭先で6株の赤米を栽培するほか 京都府立峰山高等学校や坂、文工農業科に協力を頼み、文工の電磁3.3平方メートルで赤米の栽培を行った。翌1982年には、試験栽培初年に収穫した揉みをすべて使い、自宅近くの1 5アールで赤米を栽培する。古代の稲作に習い、化学肥料や農薬を一切使用しなかったため、稲作管理には、 多くの労力を要したものの、一本あたり100から120粒と、足田の予想を上回る収穫を得たという。足田はその米で、超公民館の主催する文化祭で、赤米ご飯の試食会を開催。赤米の野木の美しさに惹かれた足田は、その後も栽培を続け、求める人には、種もみや赤米を惜しみなく提供し、全国に赤米愛好家が誕生するに至った。 八坂町は伝んの足田のもとには、全国から農作業を手伝う人が集まるようになり、後に、こよそうと名付けられる。足田の建てた家は、田植えや稲刈り後の移動の場となり、やがて地域活動の拠点となっていく。日本古代島研究会、赤米学校設立1988年、日本古代島研究会を発足し、初代会長に就任する。 1970年代の終わり頃から宮城県、兵庫県、岡山県などの農業試験場で育種研究は行われていたものの一般に栽培されるには至っていなかった赤米を全国の農業者が食用として栽培するようになっていくきっかけを築いた。1994年赤米愛好家による赤米学校を設立し主催を務める。 赤米にまつわる情報を記載したミニコミ誌「赤米学校を毎月発行し、全国の会員に届けた。2002年時点で、約120名だった会員は、足田が亡くなる2012年には、約210名に上っていた。足田は、地元の小学校で、赤米栽培の指導を行うほか、2000年3月には、安市の赤米講演会で講師を務めるなど、 赤米をはじめとする古代米の栽培の普及に努め、全国に古代米栽培を広げた。2003年からは、八坂町にある、京都府の農業公園、丹後味わいの里で古代米の栽培体験指導を担い、環境、グリーンツーリズムを学ぶ神戸、宿川学院大学観光文化学部の学生らを指導した。2010年に、奈良市で開催された。 光明皇后1250年延期法要では、古代単語や坂から奈良の都へ赤米が献上された古事にちなみ、栽培した古代米を献納した。米ぬか成分の化粧品開発を手掛ける企業において、近畿大学や日本体育大学と共に共同開発を行うと、古代米に含まれる様々な有用成分の研究にも携わる。 赤米のルーツを探る研究は、有志を募って、中国雲南省まで足を運ぶほどであった。栽培する古代米の品種は、水玉、塩、黒帽子、赤福餅、紫糖、赤お葉、きちん黒米、清水餅、昆明、神野を、暮い市餅、エビス餅、皇天玉、種ヶ島、津島、宗社など16種類に及んだ。医師 つがれる2011年秋の収穫祭を機に、八坂町における赤米栽培を芋や郷赤米保存会に譲るも、2012年6月17日の保存会の田植えに参加し、元気な姿を見せる。だが、そのわずか2日後に体調を崩して、入院、療養するも回帰には至らず、2012年8月12日、肺がんのため87歳で死去した。 死後の2014年、京団御氏は、死生10周年を記念した式典において、個人であるにもかかわらず足田を、功績者として表彰した。赤米学校の生徒の一人であり、足田の中国への研究の度に堂々した、京都文教短期大学学長の安本義正は、2014年、当地を赤米の里とすべく、京団御氏や坂町芋屋の吉野小学校図工室に、 解説されることとなった赤米博物館にブータンやフィリピンなどで入手した古代米の資料を寄贈し講演を行った。足田の意志を継いだいもやごう赤米保存会は2020年現在も八坂町の7 0ルの田で赤米をはじめとする古代米の栽培を続ける。足田から譲り受けた古代米の種もみ6種から苗を育て赤米や黒米を育てる。 一部は2013年から復活栽培が始まった峰山町の水道史跡、月の和田にも受け継がれた。また、同じく、峰山町の峰山共同作業所では、2005年から、足田から譲り受けた赤米を、峰山町五家の水田で栽培し、占領とする取り組みを行っている。ありがとうございます。